というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、そんでもいい。でせっかくだからマイクも体験でしてみる。さあ YouTube ラジオ新入社員編。びっくりしてます。マキナ君今から行くよ。本当ですか、うん、よろしくお願いします。お願いします。お受け入れた。受け入れ早いね。さあ、今回はですね、アナウンサーこう雑談編の番外編ということで、新入社員の2人、今回福井テレビには2人新人が入ってくれました。牧野くんと佐々木さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれぞれとんがった感じの、自己紹介お願いします。さあ30秒でいきますよ。どっちからいく。あ、じゃあやります。お、かっこいい。じゃあいくぞ。スタート。どうも、牧野裕二です。福井県出身で、今年入社で、まあ頑張りたいと思うんで、どうぞよろしくお願いします。まあ町とかであったらぜひ声かけていただきたいと思うんで、よろしくお願いします。牧野くんは部署の配属決まってるんだっけ。技術部です。技術部だよね、はい、技術部って、あの電波の送信とか、あ、そうです、あとテレビの中継とかでやる部署だよね、はいはい、その人に街で会って声かけるの、ね、びっくりするやろ牧野くん自身が。さあ、じゃあ佐々木さんいきましょうか。はい、3、2、1。新入社員の佐々木直です。念願の福井テレビ様に入社できて本当にありがたいです。福井県福井市出身なんですけど、アメリカに留学したいだとか、福井駅前を紹介する動画制作などを行っていました。でそういった経験を生かして、今後たくさん勉強して精一杯頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ただ、いろいろ気になるところはあったんだけど、一個だけ気になるとしたらね、佐々木さんはお母さんのことをお母様っていうタイプなの。あ、いえ、いや、福井テレビ入ってるのに福井テレビ様って言っちゃったからさ。そうですね、家ではお父様、お母様、おばあ様、おじい様の世界なのかなと思って。いえ、まだちょっと感動の気持ちが抜けなくて。もうずっと緊張の日々で。緊張してる。もう緊張でしかない。緊張でしかない。緊張の塊みたいな感じ。そうですか。英語喋れるんだよね。日常会話ぐらいは、留学していたので。そこでイエスって返してくるのかと思ったら。もう一回テイクついておく。めっちゃ英語喋れるの。イエス。イエス。ちなみに今、隣に今野アナウンサーが いるんだけど、はい、今野アナウンサーの強みも英語なのよ。留学。観光。わかります。でちょっと留学ちょっと英語喋ってみてよ。いやハローってこんなんですよ。じゃあテーマ、今日の朝ごはん。 What food did you eat? In this morning? Yeah, I ate curry rice for breakfast. Curry rice is hot? Too hot? Yeah. なやその誰でも。牧野くんは特に何かある。僕、まあ、日課のランニングぐらいですね。日課のランニング、どれぐらい走るの。まあ、毎日10キロ。ちょっと待って、毎日10キロ走んの。10キロ。え、陸上やってたの。いや、何もやってないです。何もやってないのに10キロ毎日走ってるの。走ってません。それ面接で言った。言いましたね。言ったらちょっと笑われてスルーされました。いや、でもそれぐらいやり通せる力があるんだなって感じだよね。なんで福井テレビに入ろうと思ったの。そうですね、やっぱり学生時代に動画制作していて、その時にリポーターとか編集とかいろいろしてたんですけど、それがやっぱり楽しいなと思って、はい、それでテレビ局に入りたいなと思いました、ね、へえ。福井テレビで印象に残ってる番組とかある、はい、印象に残っているのはやっぱりおかえりなさいをずっと長く見ていたので、学校から帰るときに駅前で撮影してるところも見たりとか、家に帰ったら、あ、そこがやってるとかっていうのが、それがやっぱり地元感があって近い感じがすごく好きでしたね。こうやって思ってくれてる子がいるから我々も頑張んないとね。頑張んないとね。ありがたいですね。ありがたい、本当ありがたい。牧野くんは何かある。ですね、なんで福井テレビ入るの。僕ですか。家からちょうど10キロだったからちょっと、まあ、それは泣きにもあらず。泣きにしよう。エントリーシートで書いてた。家からちょうど10キロなので。
まあ、もともとテレビがめっちゃ好きやったんで、うん、まあそういう業界に携われたらいいなと思って。へえ。じゃあ2人のさ好きなテレビ番組って何？もう取っ払っちゃっていいわ。まあ、一応あの局員になったからなんとなくシックス系にしてほしいなと思うんだけど。どちらかというとニュース番組とかが好きで、うん、録画して見てたりとかしたんですけど、あのニュースゼロの有働アナがいつもこんばんはって言って始めてでそこがなんかすごく一日が終わったっていうこの締めに見る感じが、うん、ごっつ7見てるやんまあでも分かるよ、あの他の局を見る方が勉強になったりするもんね。牧野くんは？うん、僕は本当にニュース番組見る機会はゼロなんで前さてはちょっとできるやつだ